今日は啓発動画ということで、プラク解放2019年9月号を論破していくんですけども、プラク差別はないというふうに銘打ってるんですけども、まあ何を言ってるんだというふうに思われるかもしれないんですけども、まあ僕はね、こういう解放同盟関係者のことこいつらこそ差別主義者だって言ってるので、なんかあんた言ってることは矛盾してるんじゃないかって言われそうなんですけども、まあ、ここで言うブラック差別っていうのは、まあ、この人らが言ってるようなブラック差別ですね。ブラックの地名を公開すると、差別が深刻になると、まあ、そういう意味でのブラック差別はないっていうことなんですよ。で、まあ、僕はね、当初全国ブラック調査が現に公開されてるけども、それでじゃあそんなに差別が深刻なら死者の1人でも2人でも出るはずなのに出ないじゃないかって言ったら、まあ相当解放同盟の関係の方は憤慨してたんですけども、でもまあ未だもってそれが証明され続けてるわけです。解放同盟の関係者の人は、まあむしろ差別があった方が嬉しいので、もう差別がないかもう目を皿のようにして探してると思うんですけども、そういう事例をこの片岡昭之ブラック解放同盟中央執行副委員長の方が挙げてるんですけども、まあ、それが本当しょうもない事例ばっかしで、滋賀県シルバー人材センターにだとかですね、あと古賀市のストーカー行為って言うんですけど、これ、まあ、全国ブラック調査っていうのをね、なんかプリントしてシルバー人材センターに置いてたとかですね、なんかストーカーが女の人をね、差別者に仕立て上げようとするために全国ブラック調査を使ったとかですね、まあ、メルカリで復刻版の全国ブラック調査が販売されたとか、あとはなんかどこどこの会社は童話地区の会社だって言われたとかですね、あとまあ、あっちこっちの役所で童話地区はどこかっていうふうに問い合わせが起きてるとか、まあそういう、まあ、本当にしょうもない事例ですよね。結局じゃあ具体的にこれでどんな被害があったのっていう、そんな事例ばっかしなんですよ。目を皿のようにして探してこれなんですから、いや、やっぱブラック差別ってないんでしょうね。思うにですね、ブラック差別っていうのは、社会現象なんですよ。あるいは、まあ、社会の仕組みとかですね、例えばまあ行政機関とかがね、部落出身者とそうでない人が婚姻届で出てきたら、その窓口で、ね、跳ねつけるみたいなことをやったらもう完全に差別だと思うし、で社会全体としてね、まあ、そういうものがもう ある意味慣習という形で、まあ、部落関係者を排除するような仕組みができていればそれは差別っていうことになると思うんですけど、まあ単に誰かがじゃあ部落はどこかっていうふうに興味を持ってね、まあ、全国部落調査をプリントしてみたとかね、あとまあ解放同盟の方なんか差別の事例として挙げるのが、それこそもう何十年前、あとはもうあくまで個人的な体験なんですよ。個人的な体験って部落差別って言えるんですかね。個人的な体験っていうのはそれは社会現象じゃなくてあくまでその個人的なものですから、例えばまあ子供の頃にいじめを受けたとかね、仲間外れにされたとか、そういう個別の体験っていうのは別に部落とは関係なくあるわけですよ、いろんな人にとってね。でまあ結婚を反対されたとか、結婚の時に親切付き合いがどうのこうのっていうことはね、まあ僕だって結婚する時にね、相手にもう反対されて家族会議されて結婚できない寸前だったみたいですからね、今から聞くとね。だからそういう個人的な体験を述べられて、それで差別があるんだっていうのは、それはどうなんだっていうことなんですよね。だからまあ社会現象としてのね、ブラック差別ってやっぱないんでしょう。だからまあそうするとまた解放同盟の方々はまあもう憤怒発狂してうわーってなるかもしれないけども、結局そのあるなし論っていうところでね、あくまでブラック差別っていうのは社会現象を言うものであるのに、そこで個別のね、個人的な体験を語られて、それで、まあ、一個こういう事例があったから、まだブラック差別あるんだって言われてもね、あ、そうですか、でもそれは、あんたの個人的な経験でしかないですよね、っていうふうにね、毅然と対応しないといつまで経ってもね、問題って片付かないと思うんですよ。だからその、ブラック差別のあるなし論っていう部分で、やっぱ解放同盟関係者に、もういろんな人が付け入れられたところがあるので、もうここは自信を持ってね、ブラック差別はないっていうふうにね、言い切っていいと思います、僕は。まあ、ただ僕は解放同盟関係者とか、あの辺の人を差別者呼ばわりしているのは、結局、その解放同盟っていう団体っていうのは、これはもう明らかに社会現象と言えますからね。で、各地にある林保館とか、
で行政関係者とかね、そういうのが、まあ、未だにドア対策のドア減免なんかやってる自治体もあるし、でドアっていうと特別扱いするわけじゃないですか。で裁判所もまあそうやってると、全国部落調査あれを発禁にしたのもあんなも部落絡みじゃなきゃありえないでしょう。だからこういうのはもう完全に権力というものが関わってるし、でもう立派に社会現象でしょう。だからそういうものは僕差別だって言っていいと思いますよ。だけど解放同盟とか行政関係者はそういうのはね、自分自身がやってることだから、それを差別だっていうふうには絶対認めないでしょうね。だからそういうものを除外すれば、もう社会現象としての差別はないっていうふうに僕は言い切っていいと思います。でね、片岡さんが面白いことを言ってるんですけども、結局この今回裁判の争点として、解放同盟は散々今まで解放新聞とか、まあ部落解放ってこう本なんかで部落の地名をバンバン書いてきたじゃないかと。で部落探訪っていうことを非難してるけども、フィールドワークって言ってね、行政とか企業とか、あと学校の先生なんかの人を連れてきて、部落探訪を主催してるじゃないかと、解放同盟だとかその関係団体か、それはいいんですかっていうところになると、なんかね、公表者に資格があるそうです。部落だけでなく、ハンセン病であり、アイヌであり、LGBT でありですね、これまでその人権問題に関わったこともなく、その人権問題の解決のために何がしかの貢献をしたこともないものには公表する資格はないっていうふうにね、片岡さんは言ってるんですね。ということは、まあ貢献した人は公表する資格があると言いたいんですよね。いやもうこれなんかもう完全にね、本音が出ちゃってますよね。だから言ってる内容じゃなくて、結局その人の属性なんですよ。だからその辺でももうこの解放同盟関係者がもう差別主義者だっていうふうに裏付けられましたよね。だからその人が言ってることで判断してるんじゃなくて、もう結局その人自身の人格で判断してるんですよ。もう人格攻撃ですよ。で公表する資格あるかどうかっていうのもね、まあものすごい恣意的なものなんで、もう解放同盟の活動に協力していればやっていいし、貢献してないやつはダメだと、まあそういうことでしょ。だからね、こういう解放同盟とか人権運動に関わる人たちって、人間をカテゴリー分けするのが大好きなんですよ。この世の中には部落の地名を公表していい人間とそうでない人間の2種類があるっていうことでしょ。ということで、まあ、解放同盟だとかね、そういう運動に関わってる人とか、あとまあ自治体なんかの啓発なんかに関わった人で、本当に部落差別ってあるのかなって思った方は、まあ先ほどの私の話を参考にしていただければと思います。部落差別なんてものはないんです。